よし、まあこの辺は適当にやっていけばいいかな。で、うん、地域内政やるべきかな。いや、その前にあれだね、人面の姿勢、これもポイント使うんで、まあ適当に自動設定入れとこう。心得ました。こんなもんだね。できることは少ない。このまま行くぞ。あーで、落葉の軍動かさなくていいか。まあまあまあ仕方ないね。このままアテまで入ってくれればいいんだけど。よし、アテ制圧大丈夫そうかな。お、なんかイベントだな。曹操様、検定直下の直使がお付きになりました。爵位授与の沙汰にございます。曹操よ、そなたを終始時に任じる。今後も官庁のために尽くせよ。感謝いたします。これからもわしらにお任せくだされ。よーし、これはありがたいね。報告いたします。悪くない悪くない、結構とりあえず国土を増やさないとな。であとはこの呂布相手にどう戦うかってところだけど、うちだけで戦うのめんどくさすぎるんだよな。劉備けしかけるか。計略これだね。これでまあ劉備と仲悪くなるのは全然構わないんで、劉備と呂布、こいつらを喧嘩させると。で、まあ、多分これで大丈夫かな。一応は。あ、内政しようか少し。都市内政、まあ、適当に入れるんだけど、倉庫とこの二人にしようかな。これでまあ軍を適当にやっててくれるでしょう。であとは地域内政するにも地域内政できないんで、現状。まあ、核欲で。いや、核欲する意味ねえな。これは、兵数が少ないから、こういう時は、機動重視の部隊。これでいいかな ?1800 だね。よし。で、こいつに、まあ、適当に、中継、中継、で、中継、中継、で、中継、完璧だね。まあ、これで占領っていう形で。よし。我に続け。頼むぞ。で、もう一人。こっちか。こっちも都市内政しないとね。まあ適当に。もっと優秀なのがいるんで。彼らに任せて。そして、出陣。で、例により。あ、軌道がいない。じゃあ、戦場中止の軍でいいや。で、よいしょ。中継、中継。で、中継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 。まあ、ここは占領になるのかな。こんなとこだね。で、この3000の部隊。あ、で、これは完了でいいでしょう。そして、アテの軍かな?こいつも出陣で、早急にね、
まあ1000人でいいでしょう。適当に中継、中継、中継、長いよ。中継、まあ適当にこっちの方も行ってもらう。でもここは関係なさそうなな。これで騎乗させるか、入場と。よっしょ、これで完璧じゃない。完璧って言葉を使っていいのかどうか分かんない。で、地域内政で先ほどできなかったやつらというか増えたんだね、できる場所内政が。じゃあ曹操で、いやここは兵舎だな、やっぱ兵大事よこれ。まあ、でも農業も大事か、農業にしとこう。よっしょ、異彩承知。これであと命令書は1枚。じゃあこの1枚も地域内政でいいや。彼で、まあ商業でいいんじゃないかなと思うんだけど、商業だね。はい、お任せください。これで命令書はまた0枚になったんで、また時間を進めましょう。意外としんどい。とりあえず内政ができるところまでは頑張って内政しないとね。で、あ、理覚やばいね。よし、このここの関所を抑えられたのはでかい。ご確認ください。よし、でどうしようか。まあ内政でいいんじゃないかな。再び次は洛陽の内政しようか。都市内政はやってるから地域内政、古老館、まあ適当に、まあ商業でいっか。商業？商業？マジで？なんか兵な気がするけど。これは農業だったね、一番能力値的に。でここだ、ここもまあ適当に、まあ農業にしとくか。承知しました。まあね、北方攻めるかどうかちょっと分かんないんだよね。とりあえずここの、あて、都市内政はやっとこう。早急しかいない？マジで？まあ、歩兵はさせとこう。任せてもらおう。で、移動だ。呼んでこないと、兵を。兵、人、まあ、所属ごとに。なんか、賃料いっぱい。あ、賃料はそりゃ多いのか。賃料から5人。急ごう。移動させましょう。で、取られちゃうか、城陽。やっぱりこっちの軍か、使わせるべきは。まあ、取られたら取られたでいいかな。そこまで問題はない。十分国力は伸びたんで。吉報をお持ちしました。劉備と呂布の仲違いさせられましたね。これでうまいこといけんじゃない？まあ呂布はね、聞いてください。自ら戦うと痛い目に遭う気がするんで放置。よし。まあこんなところでしょう。確認。で、多分国力が増えたから、軍団新設。よし。
これで、この2つ第2軍団として置いとこうかな。委任でいいでしょう。わかった。これでね、まあ、勝手にやってくれるんで、うちとしては助かると。その命令書使い忘れても彼らが使ってくれるっていう扱いだね。でイベント、義弟戦勝だって。不思議なやつがあるな。これ歴史イベントだね。しかもなんかよくわかんないんですけど、よくわかんないっていうか何の効果があるかわかんないんですけど、とりあえずやりましょうか。これ実行、ああこれでわかんのかな。演術軍ではない。演術が玉璽王子、あーこれ演術が悲しいことになるイベントかな。まあやってみようか。とりあえず実行と。伝国の玉璽を手に入れて以来、演術の野望は日に日に膨れ上がっていた。皆の者集まっておるな。今日は重大な話がある。官朝が立ってから400年、すでにその命運は尽き、天下は大いに乱れておる。今こそ四世三公の名門であるわしが帝位に上る時だ。演術様、お待ちくだされ。突然どうされたのですか。正気の沙汰とは思えません。何を言うか。土徳にあたる陳国の末裔たるわしが、漢の秘徳を継ぐのは定めである。漢に代わるものは、唐塗り公という予言も、塗りは炉に通じ、我があざ名の工事を指し示しておるではないか。その上、伝国の玉璽もこの手にあるとなれば、もはやこれは天命に他ならぬ。しかし、今定位に背いては、必ずや諸侯の反感を買うでしょう。しかし、ではないわ。わしに天命に逆らえと申すのか。わしはもう決めたのだ。誰が何と言おうと絶対に皇帝になるのだ。194年7月、演術が皇帝を戦勝し即位。国号を忠とした。しかし、この暴挙に諸侯は反発し、これを機に演術は天下を敵に回すことになるのだった。あらら。演術やばいんじゃない?ただ、あんまりこれで何かが起こったとも思えないんだけど、多分攻めてくれるのかな、演術を。みんなが。そう考えたら美味しいか。そして、孫家はちゃんと国力伸ばしてるな。下に行かれるのがめんどくさいんだよね。まあまあまあ、仕方ない仕方ない。とりあえずうちは4カ国手に入れたわけだから、国力的にはだいぶ増えたっていう扱いでいいのかな。で、とりあえず命令書11枚あるんで、決済やってみようか。お、推挙いいね。やっぱ人材優秀、人材必要ですからね。で、まあ、どっか攻める感じではないと思うんで、適当に。増設っていう方にお金を使っていいと思うんだよね。まあ内政的なところにお金使いましょう。まあこんなもんでしょう。とりあえず第2軍に他は任せていいはずなんで、第1軍として、まあ今は出陣しとこう。どうしようか。機動力特化、花崗豚が出るな。じゃあ花崗豚にちょっと領地をね取ってもらいたいんだよね。中継、この辺りちゃんと中継。まあうまいこといくか分かりませんが、これはやる価値あると見ていいでしょう。多分ここだね。で、占領でいいかな。まあ、書こうとんならうまいことやるはず。よし。出陣だ。で、あ、
これ劉備と呂布戦うんじゃない、うまいこといけば。でも劉備から攻める方が楽だよね、うちとしては。これでも袁紹がでかくなるのは嫌だから、袁紹に呂布を攻めさせるっていうのは微妙い気がするんだよな。とりあえず国力弱いやつから吸収するんだとしたら、そうだね、国力弱いやつからっていう意味で言うんだったら、劉備、刀剣っていう感じでいくのがいい気がする。聞いてください。よし、あとは国力上がるの待ちましょう。はい、まあ第二軍としてぐるぐる回ってくれてるみたいなんで、まあいいのかな。でも劉備攻めるには呂布のこの城が邪魔なんだよね。やっぱ呂布劉備で戦って兵数削り合ったところを取りに行こうかな。まああとは炎術をどうやって食べるか。第二軍に基本的に任せてるんで、どうにかなるはずなんだよね。まあとりあえず兵をまずは回復させるところからだとは思うけど、呂布軍が蜂丘に対して地域開示を仕掛けてきたようです。呂布か、まあ、地域開示はねぶっちゃけそこまで美味しくないんだよね。やり方次第では美味しいんだけど。聞いてください。ラキオ圏内に待機ありとの噂を聞きました。誰か派遣して調査をしましょう。調査するか。人材探索だね。ラキオ順位行くだけじゃダメだろう。なんか仕事ないやつ、こいつら3人行かせよう。出発いたします。で決済コマンドで提案も受けましょう。推挙吉報をお持ちしました。頼む。成功です。まともな人間が欲しい。よしよしよし、とりあえず国力的な意味では順調に育ってるはず。まだまだね全然攻められないんだけど、でもこれ東と戦う方がいい気がするんだよね。李鶴とかと戦うよりは。純育が発見してくれたね。お、その際我が軍のために振るってはくれませんか。いやー厳しいか。そして取られたね、漁夫に土地が。めんどくせえ。なんだこれ。料金は木を選び、献身は種を選ぶとか、貴殿も我が軍に来てくれまい、来てはいかがか。上皇、上皇欲しかったぞこれ。だいぶ欲しかったな。聞いてください。いやー厳しい。そしてまあ逸材はいるみたいだね。まあ軍が出てるんで第二軍が頑張ってくれることを信じて、どうしようかな。契約地域はいらん気がするんだけどな。まあ、呂布軍をいたぶるっていう意味で言うんだったらここら辺を取れると美味しいんだけど、いやとりあえず今は、時を、適当に決済コマンドで推挙吉報をお持ちしました。やはり優秀な人材を手に入れましょう。吉報をお持ちしました。であとは呂布軍とは戦う気ないんで内政にお金使っとこうかな。まあこんなとこでいいんじゃないかな。あとは軍がたまるのを待つばかりって感じかな。今のままだと何もできないんでね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。
じゃあね。